ちらかというと高めの方針をこうたくさん投げるようにしてとか。今年はどういうピッチングをしようと思う。今年はなんか今やっぱスイーパーというか、まあ日本でもみんな聞いたことあると思うんですけど、大きい変化球みたいなのが結構トレンドになってきてるんで、僕のスライダーも人よりはまあちゃんと曲がるスライダーだと思うんですけど、さらに曲げようかなっていうか、まあ、あの両方ですね。そのスライダーも曲げようと思って曲げれるもんなの、まあ、握り変えれば曲がります。僕は今まで一緒の握りでなんかこう頑張って曲げようとか小さくしようとか一緒の握りでずっとやってたんですけど、もうそれは限界がやっぱあるんで、スイーパーと呼ばれるものはちょっと握り変えて投げようかなと思ってます。はい、カーブもそうだよね。はい、カーブはでもあんまり僕はもう今有効的なボールじゃないんで、カーブはあんまり使わない。あんまり投げない。なんで？あんま大したことない。そう、はい、日本で投げてた時はものすごい多かったんだよね。日本の時良かったんですけど、なんか今そこまで有効じゃない。ストライクはもちろん取れるんですけど、初球とか、うん、でも打ち取るためには有効ではないボールっていうふうに僕のカーブは言われてるので、スライダーとそれもデータにも出てるっていう、ね。はい、打たれるんですよね。なるほどね、はい、バッターでね、坂本勇人、はい、ね、対戦したこともあると思うんだけども、はいはい、どういう待ち方してるんだって言ったら、このインサイドをまっすぐスライダー、大きなスライダーみたいな、はいはい、3パターンぐらいで待ってるっていうんだよね、はいはいはい、ピッチャーってマウンドで何パターンぐらいのこの組み立てというか、はい、そういうことしてんの。まあ、その日の調子もあるんで、今日はこのボールでいけるなとか、このボールはあんま良くないなってなると変わってくるんですけど、まあ基本的な自分の状態だと、僕だったらストレートとスライダーとまあチェンジアップがメインなんで、その3球種をまあどう使うかっていうところなんですけど、まあデータとかももちろん見ますけど、じゃあ初球はこれでストライク取りたいなとかいろいろ考えるんで、まあでも右バッターを空振り取るのってスライダーだともう外なんですよね。インコースから入れるっていうのはやっぱり危ないんで、基本的には危険度はあるよね。外でチェンジアップだとここ、あの真ん中低めとか低めなんで、やっぱスライダーかチェンジアップか、ストレートはだからアウトコースで取るのか、インコースで取るのか、高めで取るのかなので、まあだから3、4パターンぐらいなんですかね。まあその前に投げたボールとかもうまく使いながらやってきますし、バッターのこの振り方にもよると思うんですけど、だから隼人と対戦した時は、まあ隼人は僕のスライダーを多分待ってるんですよ。はい、スライダー狙われてるなって感じる時もあるんで、そうなったら高めのストレートとかインコースのツーシーム行こうかなとか、インコース得意なんで、でもインコース基本的には投げたくないんですけど、隼人が 100% スライダーだなって確信したらインコースに投げたりしますし、でも隼人が狙ってるなってなったら狙われてるから、じゃあちょっとボール気味振ってもらおうかなみたいな。それは確信するっていうのは、はい、ファールを打った時とか、いやもうめちゃくちゃいいスライダー投げたのにとか、スライダーじゃないな、なんか別のボール投げた時に全く無反応な時とか、誘った時にね、はい、あとスライダー際どいとこ投げた時にもう完全に狙いに来てる感じがあった時とかは、うん、あもうこれスライダー 100% 待たれてるなっていう、なるほど、ね、なんか感じた時ですかね。あとはカウントですね、うん、もう対戦今後もうあったらあれですけど、あんまりないと思うんで、2ストライク3ボールになったらもうインコース、もう隼人はインコース絶対捨てるんで、僕の時はですよ、他のピッチャーの時はないと思うんですけど、僕は基本2ストライク3ボールとかはスライダーとかやっぱストレートのアウトコースとかが多かったと思うんで、インコースで通信投げれば結構打ち取れるかなって思ってました。もうすごいよね、メジャー来て対戦もうするわけないのに、はい、そのイメージがすぐ湧くっていうのが、ハヤトはめちゃくちゃイメージありますね。スライダーは振ってくれない振ってくれないだと、僕は意地になって続けるんですよ、わざと。そしたらいつか振ってくれるかな。バッターで2球ぐらい我慢できたら、うん、次に、はい、血が変えてくるっていうのがある、ね、はい、そこで3球目いったら振ってくれるかなみたいなとかで、ね、ちょっと意地になって投げたりとか、まあ、球種変える時ももちろんありますし、でもあのデータもよく見るっていうじゃないですか、はい、で究極ピンチの時に、はい、最後ここ勝負球って言った時に、はい、それはデータを重視するのか、はい、その時の自分の勘を重視するのか、はい、どっちなんですか。それはもう後悔ないボールを選びます。僕はデータも半分入れつつ、うん、自分が打たれて後悔しない球というか、うんうん、まあ、あとはちゃんとストライクに投げれる自信のあるボール、うん、例えばバッターがカーブがすごい苦手だとすると、僕はカーブがそんなに最上位級ではないというか、うん、得意なボールじゃないけど、そこでカーブを行った時にもし打たれたりとか、もしボールになってフォアボールになった時にすごい後悔するじゃないですか。例えだから同じ結果になったとしても、僕の自信のあるボール、スライダーとかチェンジアップで同じ結果になったら後悔しない。あカーブにしとけばよかったなと思わないんで、カーブ投げるとあスライダーにしとけばよかったなって絶対後悔が残るんで、うんうんうん、そういう時は自分の自信のあるボールを選ぶようにしてます。じゃあもう勘と自信のあるボールということだね、はい、な自信のあるボールが1個だとそれしかなくなっちゃうので、まあそうだね、はい、だからストレートかスライダーかチェンジアップで3つの中で、まあ、このバッターを打ち取れる
確率の高いボール、うん、なおかつその日で、まあ、状態のいいボールとか選択肢があるんですけど、まあ、1個ではないんで打たれて後悔しないボールは、なんでその中から選びますかね。カーブとかツーシームとか僕は投げるんですけど、そういうボールは極力選ばないようにはしてます。はい、なんかすごいねピッチャーって。いやいや、いや考えてるよね。まあ、考えないとダメですよね。まあ、そうもちろんそうだよね。なんか野球の考える力っていうのはすごい必要だなと思いますし、ね、活躍してる人というか結果残す人は必ず考えて投げてると思うんで、バッターもそうだと思いますけど。アメリカに来てやっぱそういう野球に集中する時間っていうのは増えたんじゃないの？増えましたね。試合中もやっぱり見ないといけないんで、はい、あのいろんなピッチャー見たりとかして勉強したり、勉強になったりとか配球考えたり、はい、なんかやっぱアメリカでもまあ配球考えてないピッチャーがいるんで、まあね、データ全く見ないっていう人ももちろんいますし、うん、もう自分のボールを信じて投げるっていう人もいるので、うん、あれですけど野球にこう使う時間はもちろん増えましたね。中4日っていうのもあってやっぱケアに使う時間も増えましたし、日本だと中6日あったんでそんなにケアしなくても疲れ取れるっていうか。でも中4日だとこう役員追われてるっていう感覚ある、はい、あります。早いです、登板が。早いよね、もう登板かみたいな、嫌だなみたいな。もうやっぱ登板で別に楽しいわけではないんで、まあ、試合の日が待ち遠しいってわけではないんで、まあ、怖いよね、はい、なんでもう回ってくるみたいな。まあそうだね、はい、中4日が 2、3回続くともうすごい早いです。まあそうだね、はい、調子が良ければいいけどね、はい、3回投げたらねまだ2週間ぐらいしか経ってないなみたいな。日本だと 3,4 回投げたらもう1ヶ月ぐらい経ってるんで、まあ、そりゃそうだね、はい、そういうこともありますけど、うん、なんで野球に使う時間は増えてます、ね。まあ、そうだね、でもそれいいことでしょ、はい、そうですね、没頭できるっていうことはね、はい、没頭できてますね、うん、はい、なんかすごいアメリカ来てから野球を考えるようになりましたし、日本だとなんかその家でテレビ見ちゃったりとか、うん、まあそうだよね、はい、中6あるんで、あ、まあ、別にケアはそんなにしなくても疲れてないから、なんか意外と他に使える時間が多いというか、多いよ、ね、休みも多いんで、そうだね、当番2日後じゃあ休みとかもありましたし、意外とこう自分に使える時間が多かったんですけど、アメリカってもう本当に休みもほとんどないですし、そうだ、ね、結構ずっと球場にいるんで。どっちが合う？いや、どっちも合いますけど。でも中6日をしたい。いや、中6日は楽だったら、ね、たまにあるんですよ。アメリカでもやっぱ誰か1人入れて休みあげるっていうので中6日になったりすると、うん、うわ、長っみたいな休み、うん、でもそれなんかちょっと調子が狂うとかないの？あ、ありますね、やっぱ長すぎますね。中5日とかぐらいがやっぱちょうどいいな。でも日本の選手も慣れたらできるでしょっていう感じでしょ？そうですね、慣れたらできます。やっぱ最初みんな中4、僕も最初やっぱしんどいなって思いましたし、慣れてきたらそれが普通になってくるんで、逆に中6もらえると長すぎるなって感じるようになってきたんで、今は慣れだと思います。そうだね、本当に、はい、まあ、時間の使い方も上手くなってきますし、はい、あの前回の動画で、はい、ね、まあ、最後は日本でやりたいと、はい、その気持ちは変わってませんか？はい、もちろん変わってないですよ。そめちゃくちゃ短期間なんで変わらないですけど。いやだけどこれ、はい、さっきさ、あの、いや坂本もう対戦しないとかなんとかって、はいはい、いやそうですね、言ってたけど、対戦、まあもう、いや、あの選手も息長いからね。ま、そうですね、まあ、早くても2年はまあここでタイガースで契約があるんで、うん、2年はまあおそらくないかなっていうので、もう今見てもね忘れるでしょ。いや俺はなんかこうあの動画で言いそうだもんね、はい、マイケンが帰ってきたら坂本のインサイド注目してくださいみたいな、はいはい、ハヤトにはもうインコースは投げないんですよ僕は。あ、投げないんだ。ツーストライクスリーボールまで投げないって決めてたんで。いやでももうこれも作戦かもわからないし。そうですね、はい、いやだけどまあアメリカでの活躍も本当に楽しみだし、はいはい、なんかぜひね最後は日本に帰ってきて、はい、もう1年でもいいから優勝をね、はい、ファンに見せてほしいなって、はい、最後はやりたいなって気持ちはもちろん思ってます。やっぱメジャー帰りのピッチャーってさばきがなんかこう綺麗というかさ、綺麗があるんだよね、ダラダラしないというかさ、はい、なんかもうすごい落ちた状態で帰るのが嫌なんで、ある程度やっぱり自分のなんだろうな、しっかり成績を残せるような状態で投げてみたいなって思いはあるので、そうだね、はい、期待してますよ、はい、目標は？目標200勝じゃないの？200勝したいです、はい、そうだね、200勝をやっぱ日本でしたいなって思ってるんですよ。おー、いいですね。せっかくやっぱ日本で、ね、僕もドラフトしてもらって、まあ、アメリカでももちろん勝ち星があれですけど、日本でたくさん積み上げてきたものがあるので、まあ、せっかくねそうやって大きい記録が達成できるんであれば、日本のファンの人に見てもらいたいなっていう気持ちもありますし、いやぜひ見たいし、はい、
その時は豊さん球場に来てくれると思うね。もちろんですよ。いや、花束を渡さなかったから、私渡したいよ。本当ですか。いや、それ3試合ぐらいかかったら、おい、またかよって、ね、花束買い替えなきゃいかんけど、買い替えないといけない。いやいや、でも必ずもう本当に、はい、俺でよかったら行きますよ、はい、本当に。いや、もうそれはもうお願いします。いや、本当に本当に、はいはい、ね、できるだけ早く達成できるように頑張りたいんですけど。いや、本当そうだね、はい。まあ、日本の皆さんも、はい、もう全然もう全力で応援してくれてると思うので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます、ね、頑張ります。はい、またじゃあデトロイトに次遊びに。もちろん、はい、なんていうんですかね、サンディエゴも約束しましたし、はいはい、まあ、デトロイトも約束します、はい、まあ、後ろの社長が聞いてるん で、はい、そうですね、多分行くと思いますよ、はい、ゴルフできなかったですね。いや、しますよ、ゴルフに。ゴルフは決着つけます。決着って、はい、決着ってまだ1回もね、やってないけども。絶対勝てないじゃないですか。いやいや、そんなことないよ。本当ですか。もうとんでもないとこ打つから。いやいや、大丈夫、はい、ぜひお願いします、ね、はい、もう本当に楽しんで頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました。